神村隆秀のグッジョグ。ここからの時間はトライアスロンのプロ、プロトライアスリートのこの方と一緒にジョグトークです。自己紹介をお願いします。はい、プロトライアスリート福本哲郎です。よろしくお願いします。お願いします。昨日に引き続きご出演なんですけども。そうですね、昨日すごかったよね。すごかったですね。メール三昧今も来てるんじゃないかなっていうよね。トライアスロン一緒でした ね。あのうちのスタッフが、はい、まあ、哲郎さんと1年ぶりぐらいにちょっとお会いさせてもらったんですけれども、うんうんうん、なんかあの去年よりさらに若くなってないっていう話を、ね、あのここだけじゃなくて最近ちょっとそれを言われて、はい、生き生きしだしたのかな。よりね、よりそうだそうだ。今日このあの話にもなってくるけど、はい、世界で3番だったからね。そうそう、その話をですね、じっくりこのインタビューで聞かせていただきたいなという、ね、その機会を楽しみに待ってたんですけれども、うん、昨年11月、はい、トライアスロン世界選手権アブダビ大会でのスタンダードディスタンス、はい、年代別世界3位、おめでとうございます。ありがとうございます。あの世界では初の表彰台だったんですよね。そう、表彰台に登った景色とか、あのね、いかがでした？今までそれこそあの昨日のね、宮島で優勝した、初優勝した頃の、はい、強かったんですよ日本でね、うん、あの頃日本でも強いって言われていた時期に5位が最高、世界5位が、うん、はい、5位5位6位と続いて、その3年間っていうのは福本は世界で安定してるって言われてて、でもやっぱり5位だったから、で今回、ま、数字はねたった2つ上がっただけなんだけど、もうね感覚は全然違うね、表彰台に立って、で3番になりましたとって言ったら、5位の時の世界一って果てしなく遠い、もう本当に手が届きにくいような感じだったんだけど、3番になった瞬間にあと2つじゃん、簡単に言えばね、まあ、これはちょっとメンタルトレーナーの仕事もしだしたんで、うん、その考え方のこう転換の仕方なんだよね。ここであと世界っていうのはそんな甘くない、一つが大変なんだって言ったら、もう世界一なんてまだたった二つなんだけど遠いって感じにしまうんだけど、あと二つだとこう楽、いい意味で楽天感だよね、いうことで、でもね、そこに立った瞬間に今51になるんですよ今週ね、はい、なった時に人生で世界一を狙えるポジションっていうのは誰しもないんだから、もう人生で世界一を狙うっていう生き方をしよう、なんかね割り切れてきたというかね、軸がしっかりしてきた感じはあって、でそれが若さにつながってるんじゃないかなと。なるほど、うん、でもその世界の表彰台に立つのに30年かかりましたっていうこともすごく響きました。そう、もうね、僕がね諦めなければいい 100%、 これ名刺にもでウェアにも書いて、でみんながそれをそうだそうだで、あの来てくれてる人もいる、でそれを自分自身で実行していってるっていうのはこう肌で感じて、ああ本当にやっぱりこうなってるなと、だから僕はもう世界一になるんですよっていうことも言う、でこうなりましたっていうことを言う、この予祝っていうんですけどね、はい、あの先に祝っとく、でもうなるんで、こうあとはそこをたどっていくだけですっていう生き方をしていく、これまあメンタルの方でもそうなんですよね。だから本当に20とか21で大学の時に始めて、本当30年目にかなってるからね。まあスポーツの世界で30年はかかりすぎだろうって言うんだけど、まあその間みんな辞めるんですよ、うん、ね、だけどやってると諦めてないからこういうことになっていくと証明できたなというところですね。うん、でもそうやってあの50代の、うん、まあ、こうやってあの身近であの存在がいらっしゃるということは、うん、すごいやっぱあの未来が楽しみだなっていうふうに自分自身思います、うん、いろんな人にそれ同世代もそうだし、勇気とかなんか生きる力を与えられるなというのは、自分自身もそういう先輩がいたらまだできるんだってこう覚悟も決まるし勇気が出てきますよね。それが出てできてるっていうのは感じますよ。うん、そして今シーズンも4月の石垣島トライアスロンからシーズンが哲郎さん始まっていまして、はい、4月に行われた石垣島トライアスロンでは年代別2位、うん、ロングカテゴリーの宮古島トライアスロン年代別1位、うん、5月大阪城トライアスロン年代別1位、うん、6月愛媛県の愛南町トライアスロンでも年代別1位、うん、すごいですよ本当ね。でこれがね、もう1週間ごとだったりするからね、はい、
宮古島、石垣の終わってすぐ宮古島当たって1週間後、うん、で大阪と愛南も1週間後とかね、そういうことで他の人だええー、と思うんだけど、やってできないことないんだっていうのも証明できる。でトライアスロンがあのフルマラソンとかとまた違って同じぐらいの競技時間なんだけど、体にすごく優しいって言ったらあれちょっと語弊があるんですけど、いいこうトータルバランスでね、はい、できるスポーツだから、これ障害スポーツとしても楽しめるんですよっていう場面、こうそういう角度もあるんで、で我々みたいなチャンピオンシップで本当に1秒こう削り出してやるっていうやり方もあるし、だから初回っていうのはあの過酷なトライアスロンでさえ最高齢どれぐらいだったんかな、まあおじいちゃんっていう方もね、うん、70でも出場されてますね、いましたね、はい、で安井さんね、あの有名なんですが、片足がなくてもゴールする、その後ろにある、うん、安井さんが一番最終ランナーじゃないですからね、うん、まだ後ろにあの人もいるね、あのそこをやる、誰でもできる、年齢関係ない、昨日かんちゃんがそれ言ってたんですね、男女関係ない、年齢関係ない、みんな同じコースで戦うんだとね、それをでそれぞれのこうドラマがあって人生があって、すごく素敵な競技なんだなっていうのも、でも見られ方としてはね、3種目やるから大変でしょう、まあ確かに大変なんですよね、うん、ただ人生ってこう困難があったり大変ながら充実があるんですよね、だからそこを本当に求められる競技というトライアスロンをこう廿日市から発信してくれて、で館長も出場したね、私のこう僕のねふるさとでもある佐喜島とかね、で今福山でもやったりするんですけど、もうトライアスロン知ってくれるだけで人生が変わってくるんですよ、ね、手伝う人たちもそうですからね、一緒に熱くなってもらえる、ね、素敵な競技だなと、これは誇りを持ってますよね、うん、いや僕も本当トライアスロンに出会えてよかったなっていう風に、うん、出会えなかったら、うん、今自分どうなってるんだろうっていうのがすごく怖い、そうですね、出会えてよかったなっていう風に、うん、もうね人生が充実してくる、要するに当然仕事も充実してくる、で先ほども運動、とにかく、まあ、トライアスロン限らず運動してねってね、言ってるんですよね、もう漢字でやったら運を動かすことになるから、だから勝ち負けもそんな度外視して運動してれば運がついてくる、まあとそうですね、運動してたらその話だけでも膨らみがあって、で仕事仲間が増えて、で仕事が充実して、人間関係が充実してっていうことになるんで、もう自然に運が向いてくるっていう ね、だからトライアスロン限らずもあるんだけど運動してほしいなというところですね。いやこの哲郎さんの言葉一つ一つやっぱりこう心を動かされると言いますか、うん、もうやる気がやっぱ満ち溢れてくるんですけれども、うんうん、その哲郎さんメンタルトレーナーとしても最近活動されてるじゃないですか、はい、でこれ僕知った時にびっくりしたんですけども、うん、エース学館の野球部、はい、昨年夏の高校野球で、うん、広陵高校を破って大金星だって大ニュースになった、あのエース学館の野球部もメンタルトレーナーとして、うん、今ね入ってるんですよ、入ってるんですよね、うん、でねあの時は僕ら仲間が直接はやってたんですけどね、うんうん、でだからで一緒に勉強してる仲間で今エース学館にこう自分も地元なんで入り出してね、この前も行ってきたんですけど、もうね皆さんでは分かってないって思うだろうけど、本気で甲子園狙ってますからね、うん、エースばっか、もうこの前もそのメンタルのトレーニングの仕方でもういろんな作文を作って言ったりとか、はい、甲子園行きます、もうさっき出した予祝っていうやり方があるんですね、もう甲子園行けましたありがとうございますで何々何々っていう、こう練習日誌も書いていったりとかね、でメンタルこれね自分でこれねだからちょっと話が戻ると、世界3番になったのはこの勉強でやってるから、自分自身でちょっとメンタルトレーニングのことをやったんですよ、はい、アイコントロール、目のね固定の仕方とかいろんなのがあるんですけどね、技術がそれをやって世界3番になったから、だからもう本当自分で実践して、だからこれは本当なんだっていうこともできるしね、うんうん、もう説得力があるじゃないですか、はいね、世界3番5番だった若い時があるんだけど3番に50歳でなってるんですよ、でこれメンタルのこのことやってそうなんですよっていうね、これが言える、だからまあでもはっきり言ってメンタルが全てって言えるじゃないですか、はい、仕事でもそう、どんなにね素質があってもメンタルが崩れると
もう全部崩れてしまうし、逆に素質なくてもメンタルがしっかりしてればそういうことを超えていけるっていうことになっていくんで、だからね、僕はこのメンタルの部分でいろんな人を助けてあげたいなっていうのも今仕事として確立していく、現在進行形のプロトライアスリートでメンタルトレーナーっていうのはものすごく説得力あるだろうなと思ってね、うん、だからこれはもう各会社とか学校とか、あのこのラジオ聞いてる方がね、あの FM、 あの広島 FM 通して私に繋いでくれたらなと思いますよ。何か本当はあの講演会とか、うん、あのやってもらいたいという方はですね、うん、あのまあ、言っていただけたらカンちゃんを通してあの直接でもあの全然いいですよ、ホームページも持ちれそうです。もちろんね、それであの人助けで仕事ができたらなっていうのは今ね、ずっとスポーツをやってきて僕が支えられてきた恩返しだなと思うんで、本当に社交辞令じゃなくてやらせてもらいたいなと思ってますね。でも哲郎さんにやっぱりこう助けられた支えられたっていう人、うん、多いと思いますよ本当に、うん、それはね、言葉で今回のトライアスロンでもそれは言ってくれる人がいる、で哲郎さん見てトライアスロン始めて本当によかったってね、でもう涙ながらに先日の日曜日もゴールした瞬間そういう人知ってるから、やっぱりこう行くと声を聞いた瞬間涙がボロボロと出る、そう、もう年齢関係なし、おじさんとかね、若い子もそうだけど、まあ、特に中高年の人らがそんな感じですよね。いやでもこれからもやっぱりその広島県のトライアスロンっていう文化をやっぱ引っ張っていってほしいなっていう、そう、でトライアスロン広島で僕が育ってね、で広島が廿日市のおかげでメッカと言われるぐらいになって、こんなにね広島県でトライアスロンたくさんあるんですよ。佐木島で、まあ大崎上島は休憩中ですけど、大崎上島、廿日市で福山もやってる、で呉でもビギナーズトライアスロンでやってるって言ったら、これだけでも5個のうち、またアジア選手権来ると6個とかね、こんな県ないんですよ実は。だからこれを誇りにね、もう宝としてこの地方を広島ですけど全国発信して、でこれが いろんな経済も動かしたり人の心を動かすっていうことでね、膨らんでいってほしいなと思いますね。はい、そして今シーズン僕が哲郎さんと一緒に出場できる大会としてはですね、うん、残り7月の海家トライアスロン、うん、8月の佐木島トライアスロンがあるんですけれども、うん、はい、まあ、哲郎さんも今週も大会ですか。そうです、今週はこれからね、だから福岡ですね、はい、で来週が仙台ということでで一周置いて会見ですね。はい、数多くの大会に出場されるんですけれども、うん、9月24日には再び世界の舞台で、そう、世界選手権スペイン大会にですね挑まる、どうですか意気込みとしては。それもあったんだけど、8月の5、6だったかな、急遽ね国際試合に派遣が決まって、これがね、ワールドトライアスロンシリーズで韓国であるんですよ。ほう、でそれはもう派遣でもう行ってくださいの派遣なんで、これがだから先ほど言った会計の中2週間かなって言ったら、うん、会計って過酷じゃないですか、ロングだからね、夏のロングをやって、これさすがに体力消耗するんですよね、うん、した時にこうやっぱ頭の中でちょっと計算をするんですよね、回復するかどうかとか、はい、ね、なんか急遽でもこれで世界でやっぱり挑戦するのがプロだから、そこも今ポンと入ってきたんですよ、うん、でスペイン、秋のスペインとかね、はい、うん、チャンピオンシップで世界一をね目指してね、うん、今年はもう世界3位じゃないんだと、そう、次出演してくださる時は世界1位のと、ね、いう風に言ってくださるの待ってます。世界一のってなかなかね、うん、ないですよね、世界でどの分野でも世界一なんですっていうようなね、それを言える男になりたいなと思いますね。僕世界一位の人と多分喋ったことないので、うん、世界一位の方と喋らせていただくのを楽しみに待ってます。本当ですね、はい。じゃあ最後にお聞きのリスナーさんもそれぞれいろんな状況の方がいらっしゃると思うんですけれども、うん、ちょっと哲郎さんから最後に元気の出るパワーメッセージお願いできますか。そうですね、いろんな辛いことがあると思うんです。で辛いという漢字を見た時にね、幸せになる一歩前なんだと、その幸せに一歩前の1をつけたと幸せになりますね、漢字がね。だからどんなに辛くてもそこを踏ん張って欲しいなって思いますね。あと
その超え方っていうのは、これメンタルトレーナーとしてあるんですけど、ベクトルをどっちに向けるか、自分の方向に向けてるベクトルの時は意外に人間って弱いです。これを大切な人のため、誰かのためという方向にベクトルを向けて、踏ん張ってほしいなと思います。ただ人間そこを超えていけるんですよ。僕ら今自分のためにプロとしてやってたら全然もう弱い選手になります。これ誰かびっくりさせてやろう、ワクワクさせてやろうっていうところで今できてますからね。だからどんなことがあっても命をつないで、ワクワクした人生に切り替えていく。辛いっていうことは幸せになる一歩前ですっていうことを知っていてもらいたいなと思います。ありがとうございます。またゆっくりインタビューさせていただける機会楽しみに待ってます、はい、この時間は福山から世界の舞台に戦うプロトライアスリート福本哲朗さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。